はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、ヘボットのダリボアとトグロールです。はい、ヘボットのエトボット、3つこれまで出てましたね。その新しいのがいつの間にか出てましたので買いました。こちらイノシシで、こちらヘビですね。はい、じゃあ開けていきましょう。はいはい、組み立ててステッカーなど貼り終わりました。こちらがダディボアですね。うん、完全にイノシシな感じで、ここになんか本体みたいなのがいて、上に鯉のシシが乗ってますね。はい、でこっちはトーテムポールみたいな感じで3段の鯉のシシがおりますね。はい、鯉のシシでいいのかな、わかんない。はい、でここがネジになってますね。はい、続いてトグロール。まず尻尾の場所に、なんかメーターみたいなのがついてて、でここがポンポン鳴るっていう。ああ、消防のね。うん、だからここに火の用心って書いてあるんだね。うん、裏側にはレスキューって書いてありますね。はい、はい、でこれ自体がネジになってますね。はい、これでもさ、なんとなくさ、なんかみたい。違うわ、ヘビ。ヘビか。うん、ヘビなんだけど、うん、でもまあ白だから、まあせめてソフトクリームかな。ああ、そっちならいいよね。そう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 。じゃあヘボットに合体していきましょうか。はい、じゃあまずはダリボアから合体していきましょう。はい、ヘボットの手をブチャッブチャッと取って、はい、これネジ取るでしょ。トーテンポールみたいなやつの真ん中部分を、この上だ、ネジの上、ネジの上、そしてこうちょっと眠ってるやつをここにセット、うん、で尻尾を引き抜いて手の部分に刺します。うわー、で残念な顔してるイノシシをこのでかいイノシシの下にくっつけて、うん、でこれが右腕になる。わお、ボキャネジをセットして、これで完成ですね。はい、ではこの状態でネジ切ってみましょうか。はい、ヘボトークモード OK。 ヘボット行こうぜ。今俺は37レベルヘボ。はい、お願いします。はい、ごせーの、エドネジモード。いいのいいの。今ノーシーってノーシーって言ったら部品じゃなくて、うん、じゃあちょっと押すよ。うん、始めがウリボウリボね、ウリボノッシーちょっとつぼうしちょっとつぼうしわかんないな。始めがウリボ、始めがウリボだって。うん、心のネジ穴がバカになっていないか、ブヒブヒってやっぱ言ってんね。うん、はい、じゃあ次はトグロールと合体していきます。はい、一本だけ抜きます。右腕をブチッ。はい、でも取っとこう。はい、足飛んだよね。うん、足をブチブチブチッ。まずトグロールの首を外します。はい、でネジを抜きます。はい、で尻尾も取ります。はい、この残った台座は、うお、ちょっと待って、これやっちゃうとさ、電源が、電源がない。ポンプをヘボットの片腕に刺します。はい、トグロールのこの顔は、あ、手を持たすの、後ろについてるくぼみで持たせます。なるほど、ネジを刺し て出来上がり。なるほど、こんな感じになるんだ。はい、ちょっと微妙な感じだけどね。じゃあちょっと電源もこれ入れてみましょうか。はい、まずネジ取ってください。はい、じゃあ電源、オッケー、よし、行きましょう。はい、ヘビヘビ、エドネジモード、ヘビヘビだって。今ヘボー、もっと頑張ってほしいヘボー、ドゥイヘビ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 パパはダディボアの
このネジをベースにやります、はい、で進化はトグロールね、はい、であとは他のエトボキャボットのネジを使って、うん、どっちが高得点を出せるかやりましょうか、はい、じゃあ最初にどっち先にやるか、最初はグッジャンキンポイ、はいこしょはいこしょ、およし、どっちにするの、えちゃん先、分かった、じゃあお願いします、はい、ボキャバトルモード、38レベル。じゃあババいきます。ここまだダメなんだよ。ここでしたら。いきなりこっちから。199,800を超えられた。スカイラビット悪いね、新記録出ちゃったよ、20万の。そう19万でもすごいと思ったけど、20万いったね。いっちゃったな。まさかの20万超えすると思わなかったね、うん、はい、はい、ということで今回はヘボットのダディボアとトグロールでした。はい、ということで今日の動画もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、それでは参りましょう。今日のコメント回答コーナー、イエーイ、って勝手に今タイトル作ったけど、うん、これでよかったかな、うん、それでいいんじゃない、それでですか、はい、この一つ前はですね、ライブ配信をしてましたので、はい、このライブ配信の回答ではなくて、その前の動画、うん、仮面ライダーエグゼイドのガシャコンバグバイザー、そう、バグバイザー対ガシャコンブレーカーの動画に対してのコメントの回答をしたいと思います。はい、はい、一つ目、 R2D2&C3PO さん、ありがとうございます、はい、寸劇がとても好きなのですが、スターウォーズのレゴの寸劇をいっぱい作ってほしいななんて思ってます。ありがとうございます。そうだね、うん、レゴのスターウォーズはローグワン系がね、もうちょっとやるかもしれないんで、それ楽しみにしててください。はい、はい、次はオタクの卵ソウスケさん、うん、マイチャンネルグッズ出してほしい。これはね、そのうちやると思います、うん、はい、もうちょっとこれもお待ちください、はい、ただ年代とか無理かなっていう感じでね。次はテレビチャンネルさんと、チャンネル H4CK さん、うん、同じ質問でした、はい、好きなお菓子は何ですか。エシン君、好きなお菓子はブラックサンダー。ブラックサンダー好きなんだ、うん、あ、チョコね。パパはあのコンソメのポテトチップまあ、それも一応お菓子だよね。お菓子だよ。パパコンソメのポテトチップ大好き、はい、
はい、続いてポケモンマスターさん、すごい名前だね、うん、小学何年生だって。2年生そうだね、はい、これよく言ってるからね、うん、ライブ配信とかでもよくエイシン君は小学2年生だって言ってますので、はい、はい、ということで、今日もですねコメント回答いたしました。今回の動画にもですねコメントいただけると、これはまた次の動画の、最後の方にですね回答したいと思いますので、ぜひじゃんじゃんコメントいただけると大変嬉しいですね、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。